シャーレアンは沈黙を貫くとか生き残らねばならない。星が滅ぼうとか絶対に。だったら私たち暁の決命が戦うわ。世界が滅びを迎えるその日のため。
悪い。かえって手間をかけたみたいだな。ギルドに収集の依頼が来ていた品を、たまたまあっちで見つけたんだ。それで、納品に。あっち？トラル大陸。こっちではもっぱら、新大陸って呼ばれてる場所だ。あなた、西方の新大陸に行ってたの？それじゃあ、紹介したい人っていうのは？ああ、トラル大陸から連れてきた。いないな。はぐれちゃったのかしら。はあ、悪い悪い、いろいろ物珍しくてつい寄り道しちまった。まったく、うろうろしてる間に目的の人物が来たぞ。こいつがお宅の探し求めてる冒険者殿だ。ほう、確かにお前が言うだけあってただ者じゃなさそうだ。私の名はウクラマト、トライオラの王女だ。トライオラ、その名前どこかで。トラル大陸を滑る王国の名であり、その首都の名でもある。単刀直入に言うぜ、お前私とトライオラまで来てくれ。いきなり言われても返事に困るだろう。ちゃんと理由を説明しろ。それもそうだ。我がトライオラ連王国では近々ある儀式が執り行われようとしていてな。継承の儀。早い話が次代の王を選別するための試練だ。私は王女としてその儀式に参加する。そして勝ち抜き、王位につくつもりだ。そのための協力者を探してた時にこいつからお前の話を聞いたんだよ。とにかく強くて度胸がある。湧き出る異形の獣たちをバッタバッタとなぎ倒し、天の果てまでかっ飛んでって世界を救ったやつだってな。エオルゼア一強いやつを教えろと言われたんだ。俺はもっとちゃんと説明した。さあ、分かったら私とトラル大陸まで来てくれ。待て、ちょっと待ってくれ。ウクラマトだったよな。トライオラの王子だと言ったが、あの大陸を治めてるのはマムージャ族だって聞いてるぞ。ああ、そういやお前らはトライオラのことをマムージャバンコクと呼んでるんだったな。確かにトライオラを治める連王はマムージャ族だ。それも二つの頭を持つ相当のな。だけど血のつながりなんか関係ねえ。私は育ての親である連王のことを本当の親父、家族だと思ってるからな。なるほど、そんな事情だったのか。ぶしつけなことを言ってすまなかった。気にすんな、私だってこっちのことはよく知らねえんだ。で、そうだった。まだ互いのこと知らねえのにいきなり恋なんて言われても困るよな。聞きたいことがあれば後でちゃんと話す。ただ一つ、お前が冒険者なら悪い話じゃねえってことだけは知ってほしい。これは噂で聞いた話だけどな、今回の継承の儀には前人未到の黄金鏡やトラル大陸最強の幻獣バリガルマンダが絡んでるらしい。どうだ、面白そうだろ。
ね、気が合いそうだぜ。トラル大陸には他にも多くの秘境や猛獣が存在する。絶対にお前を退屈させねえはずだ。噂になんて踊らされるなよ。黄金鏡なんて寝物語の中の存在でしかない。何言ってんだ、お前だってチビの頃探してたじゃねえか。見つけられなかったからってすねるなよ。トライオラ連王国にトラル大陸の黄金鏡、あの手紙に書いてあった通りだわ。ま、継承の儀の内容がどうであれ、王を決めるための試練が簡単なものであるはずがね。安心して背中を預けられる協力者が必要だ。だからよ、これから一緒に狩りでもしようぜ。互いのことを知るにはそれが手っ取り早いだろ。
ここからは歩いていくぞ。こっちにもこんなでけえ流氷があるんだな。ヨカトラルにも負けてねえぜ。なあ、おい、白いクマがいるぞ。うまそうだな。襲いかかってこないやつにまで手を出すなよ。あくまで目的は危険生物の討伐なんだからな。分かってる分かってる。あれがエーテルが湧き上がる島ってやつか。そう、ハーム島だ。と言ってもエーテルが湧く間欠泉があるのは島のずっと奥の方らしい。お前は何でも知ってるな。地の都の近くにこんな場所があるだなんて、コーナ兄さんからも聞いてなかったぜ。あの人もさすがにこんなところまでは来てないだろう。ラビリンソスくらいなら見学できたかもしれないが。それって町の地下にある空洞のことだろ。作り物の空が広がってるなんて信じられねえよな。そのコーナ兄さんっていうのは、察するにこっちへ来たことがある人なのか。コーナ兄さんは私の2番目の義兄さ。ちょっと前までシャーレアンに留学してたんだよ。トライオラに帰ってきた途端、あちらの先進技術はすごいとまくしたてるのなんの。それで私も一度は来てみたかったんだ。さっき見学してた魔法大学、あれも兄さんが通ってた場所でさ。魔法大学の学生だったのか。優秀な人なんだな。でもウクラマトの義兄ってことは王子だろ。異国の王族が留学に来ているとなれば、もっと噂になってそうなものだが。厄介なことにならねえよ。上に掛け合って身分は伏せてたらしい。兄さんも養子で、見た目はお前と似た、いわゆる巫女って族なんだ。なら言わなきゃバレねえだろ。けど一度うっかり口を滑らしちまった時には教授に質問攻めにされたとか。その時の様子が目に浮かぶよ。俺だって教えてもらいたいことばっかりだ。お前にもこの狩りを通じて私のことを知ってもらうぜ。この先に調査に来てる研究者たちがいるはずだ。そいつらに会って状況を確認しよう。この先に依頼主の研究者がいるはずだ。北東に見える建物を目指して進もう。普段はおとなしい動物が荒ぶってるって話だったな。何でもいいさ、襲ってくるやつは全部まとめてぶっ倒してやる。よっしゃ、狩りまくるぜ。
そこを見ろ。誰か襲われてるぞ。おらおらおら、私の斧は軽くねえぞ。なるほど、妙だな。本来は温厚な種なんだが。お前、本当に有名な冒険者なんだな。有名なだけじゃなく凄腕だ。俺が保証する。なかなか面白いもんがあるじゃねえか。あいつが依頼者か。話を聞いてみよう。この程度、私一人で十分だ。ぶっ飛ばしてやる。なんだなんだ、こんなもんか。さあ、獣の痕跡を探そうぜ。鍵爪でやられてるな。前にもこういう傷を見たことがある。いいね、ようやく狩りらしくなってきた。襲われた獣の羽か、それとも襲った方の獣は焼いちまうか、それとも生で食うか。食べられること前提で話すなよ。まだ新しいな。標的のものなら近くにいそうだ。こいつら巣を荒らされたから興奮してるんじゃないか。身に覚えがねえな。何せよやる気なら受けてた。ひとまず戻って分かったことを報告しよう。
たくましい翼に鋭い鍵爪、見つけたぜ、私の獲物だ。うおー、でっけえ、なんだこいつは。なんだこいつは、なんだこいつは。しゃ、しゃべった。滝の方に向かったぞ。俺はここで研究者たちの安全を確保しておく。あの魔物はオタクらに任せた。行こう、ウクラマト。ビビったわけじゃねえぜ。いきなりだったからちょいと驚いただけだ。それ一緒じゃないか。いい加減、腹も減ってきたところだ。とっとと片付けて飯にしようぜ。ビビったわけじゃねえ、ビビったわけじゃねえ。うるせえクソ鳥、丸焼きにしてやんぜ。喋ってから何だってんだ。骨も残さず食ってやるからな、覚悟しろよ。覚悟しろよ、覚悟しろよ。腹立つクソ鳥だぜ。いちいち私の真似すんじゃねえよ。真似すんじゃねえよ、真似すんじゃねえよ。こんな大きさのコリブリ見たことないぞ。やべえのが来そうだ。お前ら一箇所に集まれ。私に任せろ。間一発だ。おいおい、頼むぜ。
然聞いてねえっての。終わりかよ。やっと体が温まってきたってのに。なかなか強敵だったな。だが見事な斧さばきだった。まあな、この程度は当然だ。お前たちの動きもめちゃくちゃ良かったぜ。やっぱ狩りに来て正解だったな。それにしても何なんだよこの鳥は。トラル大陸にも似たようなやつはいるが、大きさが違うし、あんないやらしい技も使いはしねえ。いやらしい。だよな。出なかったらもっと簡単に。私に任せて。ごめんなさい、遅くなってしまって。ちょうど研究者たちを避難させたところにそいつが駆けつけてきたんだ。状況説明をしつつここへ連れてきた。準備をするって言ってたのはこれのことだったのか。継承の儀の話を聞いた時、私も参加できたらって思ったの。それに足る実力があるってこと。この討伐でウクラマトさんに示したかったんだけど、すっかり出遅れちゃって。お前も強いな。おかげで助かったぜ。よかった、お役に立てたなら幸いよ。でどうしてまた。ハイデリンに会うためアイティオン星漿郷から星界に潜ることになった時、私は残ってサポートをすることを選んだでしょ。理由はあの時も話した通り、私の実力が前線をかけ続けてきたみんなに遠く及ばなくなっていたから。それが
ちょっと悔しかった。ウルティマトゥーレに送り出す時だってもっと戦う力があればって思ったわ。だから週末の一件が落ち着いた後、月を見て修練を重ねていたの。まずは戦い方を見直すところから。アリゼやサンクレットさん、他のみんなだって自分の能力や状況を踏まえて戦い方を改めたでしょ。そして行き着いたのが、十二賢者リルムが伝えたという秘術、ピクトマンサーの魔法だったというわけ。ラハ君だってどんな状況でも誰かさんと冒険できるようにってこっちでもその戦い方を選んだじゃない。私も一緒よ。置いてけぼりはもうたくさんってこと。違いない。しかし継承の儀に参加したいっていうのはどうしてだ。これまでの冒険とは事情も随分違うと思うんだが。実はウクラマトさんに見てほしいものがあるの。これはバルデシオン委員会に保管されていた手紙よ。宛先は委員会の創設者でもあるガラフおじいちゃん。送り主の名はかすれてて後半が読めなかったのだけれど、トライオラ連王国のグルーと記されてる。グルージャジャ、私の親父トライオラ連王国の連王だ。中にはなんて？トラル大陸の黄金鏡について調査を依頼したいと。連王自ら黄金鏡の調査依頼だって。ほんほん、本物だとすればだいぶ興味深いな。これが本当に連王からの手紙なのかどうか、王女であるあなたならわかるんじゃないかしら。これは連王が書いたもんじゃねえ。トライオラではトラル公用語って言葉が使われてるんだ。うちは多種族国家でさ、それぞれがバラバラの言葉を使うから共通の公用語を作る必要があったのさ。その際どれか一つの種族の言葉を強制するんじゃなくて、世界的に広く使われてる言葉を参考にしたらしくてな。エオルゼア共通語に似てるのも道理だろう。だからこうしてお互い意思の疎通には不自由しないってわけだな。でこの手紙はというと、完全にお前たちの言葉で書かれてる。親父の直筆ならトラル公用語が使われるはずさ。国章が押された封筒もついてるが、そもそもトライオラじゃそんなものは使わねえよ。それじゃあこれは偽物の手紙ってこと？あと悪い、いろいろ言ったけど連王が送った手紙には違いないと思う。署名は本物だし誰かが代筆したんじゃないか。そう、よかったわ、ありがとう。やっぱりガラフおじいちゃんとトライオラの間には何らかの交流があったのね。私、おじいちゃんがトラル大陸で何をしたのかとても興味があるの。今後のことを決めるためにもまずはあなたの国について聞かせてもらえないかしら。ああ、いいぜ。もともと
私やトライオラのことを知ってもらうための狩りだったわけだしな。ただし話はこいつを食いながらだ。腹も減ったし、熱々の料理を用意しようぜ。こいつを食うのか。私たちが協力してあげた最初の戦果だ。あ、うん、うん、うめえ！シャーレアンの料理はまずいって聞いてたけど、なかなかいけるじゃねえか。なんだこれ、匂いが辛い。おいおい、いつからそんなにヤワになった？辛いもんなんてトラル大陸にもあるだろうが。さっきディコンさんから聞いたんだが、ラザハンではある女性が食べていたのをきっかけにして激辛料理が流行ってるらしい。ほら、あの町からシャーレアンに出稼ぎに来てそのまま残ってる人も多いだろ。彼らに喜んでもらうために早速真似てみたんだそうだ。少しはそれらしく振る舞ったらどうだ。お宅を連れてきた俺の沽券に関わる。ほっとけ。たくお前はたまに口を開けば文句ばっかり。
二人とも妙に仲がいいよな。知り合って長いのか？ああ、こいつと私は幼馴染だ。違う、昔からの知り合いってだけだ。なるほど、よくわかったよ。つまりエレンビルさんもトラル大陸の出身ということ？それを知ってたらもっと前からいろいろ聞いてたのに。おあいにくさま、そういうのが面倒だったから言わなくなったんだ。そんじゃこの陰険野郎に代わって私がトラル大陸について話すとするか。トラル大陸にはマムージャ族以外にも私やエレンビルしかり多くの種族がいてな、大昔から異種族間の争いが絶えなかったんだ。だが80年ぐらい前、現国王である連王グルージャジャがトラル大陸に生きる全ての種族を統一し国を起こした。それがトライオラ連王国なんだったな。以後ずっと戦争とは無縁な平和な世が続いてきたんだが、80年も経てば最強の連王もじいさんになっちまう。ここらで王位を譲るために継承の儀を執り行うことにしたのさ。参加できる王位継承者は私を入れて4人、それぞれ参加を許された理由があるとはいえ、中には王位につけちゃならねえやつもいる。候補者の中に一人野望を秘めた者がいるってことだ。ガレマール帝国が崩壊したという知らせは海を越えてトラル大陸にまで届いててな。そいつはそれをいい機会だと考えてるらしい。領土拡大を狙って外界へ打って出るべきだってな。せっかく連王がみんなを一つにまとめて平和にしたってのに、領土拡大なんてしようもんならまた戦争が起こっちまう。そんなの私は望んじゃいない。だから何としても私が継承の儀に勝って今の平和なトライオラを維持してみせる。だが王を決める大事な儀式に異国の人間が参加するなんて許されるのか？ああ、そのことなら問題ね。多くの種族が暮らすトラル大陸を滑る王にはそれらをまとめ上げる力量が求められる。だから異国人だろうが何だろうが協力者を自由に集めることを連王が許可、いやむしろ積極的に推奨してるのさ。それでお前に会いに来たってわけだ。エレンビルから聞いてた以上の腕前にも惚れたが、何より狩りを通じて信用できるやつだって感じた。だからよ、改めて頼むぜ。私がトライオラの王となるためお前の力を貸してくれ。まあすぐに答えられるわけねえよな。だが他の王位継承者に勝つにはお前が必要なんだ。儀式に間に合う限りいくらでも待つさ。それならバルデシオン文館に部屋を用意するわ。こちらに滞在している間はそこでゆっくりしていって。ありがとよ、遠慮なく使わせてもらうぜ。あ、残った肉持って行ってもいいか？
いや、いろいろ聞いたり調べたりしたが、肝心なことを聞いてなかったと思ってさ。あんたはどうしたい？ウクラマトの助っ人になるって話、受けるのか？実感がこもってるな。笑い事じゃないんだけどさ。だったら逆に利用してやればいいんじゃないか。あんたはただトラル大陸の旅を楽しむんだ。現地を見て人々と触れ合って、改めてウクラマトに協力したくなったらすればいいし、ダメだったらどうにかこうにか逃げてくる。悪くないだろ、熟練の冒険者らしいずるい手だ。トライオラは遠い、大書院にさえ大した記録がないようなほとんど未知の国だ。あんたがそこで何を見て、聞いて、感じて、考えるのか、想像するだけでなんだか俺までワクワクする。生きていく、それが人の答えだとして、あんたは自分の旅路に何を見つけるんだろう。それまで好きに歩いてみればいい。旅の終わりは明日への一歩、道はまだ続いてるんだからさ。あ、そうだ、それなら俺アゴラに寄ってから帰るよ。先にバルデシオン文館に入っててくれ。
答えは出たって顔してるな。それじゃ聞かせてくれよ。オンに切るぜ。ひとまずの報酬はトラル大陸での大冒険だ。その話、私たちも乗ったわ。アリゼーにアルフィノ君も？一体どうして？実は二人には一度ヌーメノン大書院の前で会ってウクラマトのことを話しててさ。で、さっき俺がアゴラで買い物してたら、そこでまた声をかけられたんだ。私たちも彼女に会わせてほしいってな。ああ、お前らがあれだろ、カエルになって尾行してたって双子。エレンビルから聞いてるぞ。ちょっと他に言うことなかったわけ？事実だろ。はじめまして、王女殿下。私はアルフィノ、そして妹のアリゼーと申します。よせよせ、そういう堅苦しいのは嫌いなんだよ。それよりもさっきの言葉の真意を聞かせろ。お前たちも継承の儀に参加したいのか？では遠慮なく。私たちはガレマルドの復興を手伝っていてね。あちらでは今、諸外国や多くの異種族といかに和解し、相互協力へと進むのかが喫緊の課題になっている。そこで、他種族を束ねることで成立したトライオラから、いろいろと学ばせてもらえたらと思ったんだ。無論、継承の儀に関しても全力で支援するよ。構わないぜ。何人だって歓迎だ。そっちも、エオルゼアやガレマルドの話を聞かせてくれよ。頼もしいお仲間が増えたんだ。俺はお役御免ってことでいいか？バカ言え。お前には儀式の本番まで付き合ってもらうって最初に言っておいただろ。こいつらは強い。凶暴な獣だって倒せるが、何せ初めての土地だ。危険な植物や立ち入るべきじゃない場所は分からねえ。お前はそういうの得意だろ。それに黄金鏡の噂、本当はちょっと気になるんじゃねえか？ほら、クルルも誰よりも先に行きたいって言ってただろ。ええ、そうなんだけど、バルデシオン委員会の活動がせっかく軌道に乗り始めてきたのに、離れてしまっていいのかなって。それなら心配無用だ。クルルには海底遺跡の時に留守番してもらったからな。委員会のことはしばらく俺やオジカに任せてくれ。けど、ナハ君の方こそ。ガラフさんのこと追いかけてみたいんだろ。せっかくのチャンスなんだ。行ってこい。うん、ありがとう、ラハ君。よっしゃ、決まりだな。継承の儀への協力者としてお前たちの力を貸してくれ。
じゃあこれの出番だな。アゴラで有り金はたいて買ってきたんだ。よし、レポリットたちとの交流の証に作られた最新の世界地図。ここシャーレアン島よりさらに西に書かれているのが次の冒険の舞台、トラル大陸だ。Shadow
次の便はいつ出る？どちらに向かう船でしょうか。東も北も行ったしな。なら次は西だ。西ですか。あの様子じゃ決めたようだぞ。まあそうなるだろうと思ってたけどな。彼らもまた、かの地へ。それは、実に数奇な巡り合わせかと。とはいえ、あいつらとやり合うことになるなんて、さすがに骨が折れそうだ。では、この依頼、今からでも断りますか？口にした言葉ほどお困りの様子には見えませんが。だな。こんな面白い話、断れるか？では、早速船を探すといたしましょう。さあ、とっておきの大仕事だ。俺たちも行くぞ、トラル大陸へ。お前、北条海に沈む海底遺跡に行ったことがあるか？オサード小大陸の北、流氷に覆われたブラインフロストを越えた者のみがたどり着く秘宝の島を見たことは？新大陸のまばゆき黄金鏡はどうだ？Thank you.